で、この状態だとジャブが届かないんですね、普通のキャラ。だワンツーとかワンハイとか打っちゃう。レオだったらこれ打てばもまあも問題はないんですけど、ワンツーとかだとワンがスカって2が届くみたいな、届くけどガードされる感じになるんですね。ジャブでも出しちゃうと、これ圧災貢献出すとレオがマイナス14なんですよ。ジャブでも出すと自分がマイナス14の時に相手のジャブに確定するのが発生13までなんですよ。離昇拳とか戦中拳が発生13なんで、これを入れ込んどくとこういうこの展開をっていうか入れ込みをしとくと、青いレオの方がうわーってなって14各半打てないで、ジャブでもワンツーでもワンハイでもジャブ系のなんかスタートをしちゃったら、ジャブのスカ硬直のところとかワンツーのワンとツーの間とかこの離昇拳がぶち込まれるんですよ。14じゃなくてマイナス13の場合は発生14までが確定なんですよ。垂直ライトの強さっていうのがあるんですけど、垂直ライトって今みたいなことと同じでジャブが届きにくいんですよ。ていうかほとんど届かない、届かないですよね。で、今吉光がこれジャブ出しちゃうじゃないですか。これでレオが確定するのがジャブの全体硬直とレオのマイナス13を差し引いた確定するのが14なんですよ。これ吉光があって LP を押しちゃうとこの14までが確定するんですね。あ、これ他のキャラでもこういうのを使える。これ 2D キャラは別です、鉄拳キャラのみ。これっていうか 最大で14で15は入んないんですよ。ガードできるでしょ。でこういう吉光系の吉光とか LPLP が格感じゃないですか、よく打つ。他にアリサもそうだけど、この LPLP 系よ吉光に俺特にやるんだけど、ここで LPLP を誘って打っちゃうから、大抵の吉光初見で打っちゃうからアッパー仕込んどくんです。こうなるの。2発目ができるところでアッパーが入るんですよ。これ他のキャラでも全然応用できると思う。リリーでも俺やるし、アリサの場合は2発目が上段なんで、ただ待ってればいいだけです。待ってしゃがんでお空入れるとか